和田氏は主に鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて泉国で活躍した日本の氏族。本性は大中富氏。和田氏が残した和田文書は原稿の欄から南北朝の内乱の歴史的実像を知る上での第一級資料である。なお、同時代、同国、同勢力で活躍した和田氏と発音する立花の支流和田氏とは全く別の氏族。 便宜上こちらを、泉和田市、立花の支流和田市を、川内和田市として立候する。大阪府堺市南首太陽余神社。泉和田市の祖霊を祀ったのが発祥と言われている。泉国王鳥り群和田里を本願とした武家の氏族。和田号は、旧大阪府三北村に相当し、2019年、現在は、堺市仙北ニュータウンの一部に含まれる。 仙北高速鉄道線地が、三北駅等に地名を残している。和には、二義という、読みがあることから、和田号はおそらく上古には、二義田号と呼ばれていたと推測される。しかし、和名類受賞に、時北、時北とあることから、平安時代中期には、二木田と発音されていた。その後、平安時代末期、八田部に住んでいた大中富氏の一族が、女性のこの女皇の頃の代に、 和田号の三夜を開発して、領地を築いた。鎌倉時代には国古家人身分の武家となった。その後、和田号を和田総都市、召喚化した。14世紀全体にわたり、現行の乱、県武の乱、南北朝の内乱で、和田助や、和田助康氏、和田助氏の三代が、楠木正茂らに仕える武将として活躍した。 マサシゲや楠木これコレが書状で同志をミキだと書いており、鎌倉時代末期から南北朝時代にはミキだと発音されるようになっていた。和田氏の当主はしばしば両方の陣営を行き来したことから、この時代の書状を集めた和田文書は当時の情勢を両方の側から知ることができる貴重な資料となっている。その他、文家と見られる人物として、 岸和田荘を開拓した一族と思われる、武将岩和田治虫がいる。南北朝合一時の名徳三年、泉守護、大内義弘から、和田荘月職をあてがわれ、無事に南北朝の内乱を生き残った。栄章十五年には、和田助高が、泉守護西川住県から恩賞を受けており、戦国時代初期にも、武将としての存在を確かめることができる。その後の動向は不明。 一方、鎌倉時代に、島津氏が和田総治当職だった縁で、九州に移った文家もいた。こちらの系統は、明治時代まで生き残り、鹿児島県氏族和田中部とは、和田文書を明治21年に陰移し、後藤文書は、東京大学資料編参書の所有となった。中部とは、鹿児島県政財界の大物だったらしく、明治11年には、 第5国立銀行取締役となっていたほか、西南戦争の打撃がまだ残っていることを理由に、鹿児島県での交際募集の困難さについて第1、国立銀行頭取、渋沢栄一に理解を求めた。和田文書は和田氏の伝来文書で、中世紀内氏における貴重資料である。原文書は散逸したが、写本が各地に残る。その他、金剛事文書からも、 和田総、和田氏の同行が知られる。ありがとうございます。